ってきた。無事のようだな。侮りすぎてたらしい。だがいつまで杖を守れるかな。お前がハイデリンの加護を失った以上、俺はまた杖をいただきに来るぜ。そう、何度でもな。いいえ、次はないわ。アシエン、あなたの魂はここで散ってエーテル界へと帰る。何？闇のクリスタルを使わせないつもりか。くそ、こしゃくな真似を。今よ、プシマティでエーテルを集めて。あなたならできるはずよ。想像して、あの時アシエン・ラハブレアを切った光の刃を。そんな、まさかハイデリンの加護を封じられて光の力が弱まっている。こいつも起動してるってのに。わずかにエーテルが足らないってのか。たかが人が思い上げるな。俺は消えない。消されてたまるか。マザークリスタル、ハイデリンよ、私の声を聞いて。私たちに光を。今こそあなたの力を貸して。ダメなの。超える力があってなお、私たちの声は、願いはハイデリンに届かないというの。あと少し、あと少しのエーテルさえあれば。ムーンブリダ、あなた何をするつもり？そうか、そうだったんだね。ルイゾワ様も自分の務めが分かったんだ。死して希望を守る、これがルイゾワ様がこの地を訪れた理由。やっと分かったよ、ウリエンジェ。
年ぶりだ。あなたには待て、やめてくれ。消える、消えちまう、不滅なるこの俺が、いやだ、助けてくれ。消えたくない、消えたくない、消え、支援は完全に消滅したわ。ありがとう。あなたは研究をやり遂げてくれたのね。このエーテルエクストラクターはムーンブリダさんの残した成果の一つ。みんなに真実を話して落ち着くまでは私が大切に預かっていようと思う。ミフィア、大丈夫？ええ、私は大丈夫よ。北ザナランデの作戦を終えた後、ムーンブリダの研究を手伝うために周辺調査をしてたんだ。そしたらムーンブリダから石の家がアシエンに狙われて危ないって連絡が入ってさ、みんなで慌てて戻ってきたんだ。お前も駆けつけていたんだな。全員無事でよかったよ。それでムーンブリダはどこ？詳しい事情を聞かせてもらいたいのだけど。なんてことだ。自分の命をエーテルに変えて、アシエンを。すべての命は、死してエーテルに帰る。その流れに逆らうのがアシエンなら、ムーンブリダはその流れを受け入れたのね。ねえ、このこと、ウリエンジはもう知ってるの？ウリエンジェさん、天末は聞いておりました。月は欠け、世界の渚に消ゆ、さりとて天の巡りはやがて暁の日を導かん。ムーンブリダは己の役目を立派に果たしたのですね。彼女はシャーレアン本国において我が師ルイゾワに支持する同門でした。師は今と明日を生きる者のため地を用いよと教えました。その理想は地の集積者として歴史の観察者たれとする。シャーレアンではいた。それでもなお我が師が同志を募り、エオルゼア救済のため救世使命を作りしことはご存知の通り。そして師は旅立たれた。
神々に愛されし地を救済するために第七霊災を乗り越え神聖し得たのは我が死の功績されど、シャーレアン本国においては自ら歴史に介入した死を堕落者と呼ぶ声もあった。シャーレアンの賢人たる務めを捨てたのだと。ムーンブリダは死を辛抱していましたが、死はシャーレアンを去る際、彼女に言葉を残さなかった。故に、周囲からの批判に心が揺れたのです。死が本当に務めを捨てたのではないかと。そして彼女自身が務めと共に捨てられたのではないかと。でも、ルイゾワ様は？ええ。エオルゼアを守るという形で、務めを果たされた。言葉を残さなかったのも、己の定めを受け入れたがゆえ、マナ弟子に、他なる道を示したかったのでしょう。しかし、私が事実を言葉にすれど、死の心までは、ムーンブリダに届かない。私は、彼女がエオルゼアに留まるうちに、死の心を知らせたかった。それだけが、悔やまれてなりません。ムーンブリダが決意したのは、我が子ルイゾワの心を理解したからだと。真実とはかようにありて求めるものにもたらされん。死との間に再びつながれし絆が彼女を静かな安息へと導いてくれるでしょう。本当に良かったですね、ムーンブリダ。光の刃はまだ不安定な状態。でもムーンブリダさんが命を懸けてアシエンを消滅させる方法を確立してくれた。彼女のおかげで私たちは前へと進むことができる。尊い犠牲を絶対に無駄にはしないわ。ミンフィリア、私は砂の家に戻ります。失われし友の命を私なりのやり方で弔いたい。信じて待っていていただけますか。わかりました。それはきっとムーンブリダさんの望みでもあります。よろしくお願いします。